さあ、今スタート。さあ、アンダーフォール、ライダーが終了しました。栗原健一選手、お疲れ様でした。顔のサイズがね、また言われてますよね。さあ、続いてのアンダー4、2人目のライダー紹介します。星村かよ、ニックネームはかよちゃんです。さあ、かよちゃん、こっちとね、同じチームバーグなんで、ぜひ頑張ってほしいですね。ここだけの話なんですけど、はい、かよちゃんの誕生日が10月8日なんですよ。たまたまなんですね、僕と誕生日が一緒という。なんと、なんと、10月8日生まれ。さあ、トーラとね、この池田トーラとね、誕生日が同じ時から、かよちゃんの結果を、まあ、ここだけの話なんですけど、内緒にしておきましょう、ね。さあ、そんなかよちゃん、今回大会で意気込み決めた技は全て、全大会でやらかしたことも全て、ということでね、全て巻き返すつもりでやってやるということでしょうね。
皆さん応援お願いします。ここでモンステキだすごいですね。いいですね。さあこれねゾーン入ったんじゃないですかね。今までトーサイドこのまま攻め切ってほしい。トーサイドからおーすげえ。さあここでしっかりクリーンに着地して右からサイドバックロール。さあもう一発入るか。ここはまだ何を打たず何を打たずね。さあ終了ということで、ということでセカンドバスね、ヒールサイドスリーとバックロール2つクリーンにメイクしてきました。かえちゃんに大きな拍手、お疲れ様でした。ナイスなんですね。ナイスだ。さあセカンドバスにねピントリックとインバートリック一つずつ持ってきました。かえちゃんさすがです。お疲れ様です。お疲れ様です。ナイス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 。皆さんコメントの方じゃんじゃんしてきてくれたら嬉しいです。応援メッセージの方質問のメッセージの番組ですよ。次のライダーを紹介します。紹介はシンヤ。シンヤくんシンヤくんシンヤくんもね、なかなかイケイケな滑りするんでね、だいぶイケイケですよ。そ
髪型からしてあんな肌出した見たことないですね。あれが言うから。さあ、シェア君頑張って。ユー。さあ、レイ得意なトリック、レイリーはしません。レイリーやけどしませんしません。もう前も注意みたいなのね、まあ、しないらしいんですけど得意なトリックらしいんですよ。はい、シノボードロニックソーそれなんです。スポンサー中島工業。今回決めたいトリックはトーサイド540。おっ、いいですね。来ましたよ、シーヤくん。ファーストイカもトーサイドエントリー、いきなり持ってくるのか。これはトーサイド、あったー、あった。マクラーレン、マクラーレン、マクラーレン、トーサイドマクラーレン。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー。シーヤくん、なんか一発目からマクラーレンしてますね。菅原信也君もちょっとこれは驚いてなっちゃいますか。これ一発目にね、こけるっていうのはすごい緊張するんですよ。だいぶその後苦しますよね。でも結構大事なんで、やっぱり、ね、これはあと3発打てるかな。3発よ、出てるんだよね。これ何を持ってくるのかな、すごい重要なところで。さあ頑張れ、しんやくん。多分もう頭の中真っ白です。わ、はい、かります。段取りだね。さあリスタート。おぉと叫んでおりますね。気合入れて、気合入ってますよ。ヒールサイド、いかれー。さあ、大きく出て、あれ、歓声がすごい。ファンが多いですね、ファンが。ファン多いですよ。何を持ってくるのか。ヒールサイド、ここおぉー。嘘やん、嘘やん。シンヤくん、シンヤくん、なんとヒールサイドスジャンでこけてしまうという。あら、前回の大会でやらかしたこと、2個系、2個系まんまですね、これ前回と。あー、新役0点ということで、0点珍しい。新役結構大会ほんまなんか強かったイメージがあるんで。どうした、僕も一回一緒に滑ったんですけど、その時はバチバチ傷つかって。フリーランはどうしたんですかね。うまいですね。どうしたの。波のでかさにも慣れてるはずなんですけどね。違う、ここに来て4人目です。片方4人目の大野マッサル、マッサル、マッサルさん、マッサルさん。得意トリックはバックロール。よう、さあ趣味がね、お酒とウェイクボードってことで、やっぱりね相性バッチリ。はい、来ても気が離せない。ウェイクボードリック12年15年あれね、あれ、はい、あれ、はい、好きで。さあ今回の意気込みはね、今回は小坂さんに勝ちたいです、ね、さあということでライバルを名指しでね、勝利意気込んでるんで、
バシ流してほしいです。所属ショットがウサギですね。前回大会でやらかしたこと何回もやらかしてるんで、今回は頑張ってほしいです。はい、落ちてくれましたね。いいですけれど、ここでおお、でかいバックロール、めちゃめちゃでかい、それからどでかいバックロールもできましたよ。ここで回り持ってくる東西のスーリー先生、甘いですね、バチバチですね、ワンパスから攻め攻めですね。ここでヒールサイドスーリー先生、ここも決めてきた、すごいな。ラスト東西で間に合いましたね、これ。これ間に合いました。おっと、540でここでポール。ポールしたかった、ポールですね。ポールですね。やばいですね。さあ、でもね。ワンパスからに、ノアスが出てる。最初の3発はしかも全部ね、スピンとインバートとか、エアーの高さ。スイッチ搭載あ、ヒールですね、返してリグラスね、はい、メインスタンスでリサイドからヒールが飛んでるね、いやめちゃめちゃでかいですね、めっちゃ飛んでるよ。そのままスイッチスタンスのいいですね、ニュートロンハーフキャブ、めちゃめちゃクリーンですね、ヒールサイド180、ここもクリーンにメイク、はい、いきましたよ、ここ4発目、ラストトリック、もちろんリベンジポーサイド、おーっと540かな、だいぶ軸がずれちゃったけど、ちょっと負けられちゃったっすけど、さあでもね、セカンドパスね、グラブ180しっかりねメイクしてきて、ナイスランでした、お疲れ様です。マサル選手のアクション、お疲れ様でした。あ、はい、今みたいにね、抜け出しからあかーんって分かるときでした、はい、あかん、これあかんって言ってから、はい、口までのあの時間、めちゃくちゃこの長い時間です、長いっす、あかん、これあかんやつよ、あかんやつってもう大体分かっちゃう、全部がスローに見えるから、ね、あの瞬間、あの時間はすごい長い、はい、そういったね、現象に名前があるのね、分かる方がいたらコメントで教えてくださいありそうですよね、あるんすか、うん、あ、ピンクはあったよいしょ、あ、そう、皆さん、コメントの方をじゃんじゃん書いていってください、続きまして5人目、
佐野千尋選手、佐野さん。おっと、ロブレッド、ロブレッド、リバート、隅足りないけどね、ここはね。バックロール、リバート、止まっちゃったっすね、回転ができるけどね。おそらく今狙いましたね、バックボールパーク。確かにちょっとエアーの高さといい、あの余裕はだいぶあったんでね。もしくは回ってたかもしれないですね、ちょっと。ちょっとだけ見えなかったんで。ちょっと遠かったっすね。なかったな。回転が速すぎて、もしかしたら回ったかもしれないですね。だとしたらめっちゃ惜しかった。なかなかいい当たりはしてたんでね。高さがね、十分ですけど。最近の趣味は釣り、酒っていうのブレイクボードちゃんぱい、ブレイキングダウン大好き、ブレイキングダウン大好きということです。次回池田斗也選手出るらしいんで、ブレイキングダウンブレイキングダウンじゃねえと思うけど、ブレイキングダウン日本国の選手で意気込み、両手にライオンサブ成功ということなんでね。さあどっからやっていきましょう。ここでサノサノサバックサイドからここで持ってきた。マクロチューリバートということで、リバートでしたね。今はっきり見えました。はっきり見えましたね。はっきり見えましたね。バイブル狙ってたんだね。いや狙ってた、回ってた、回ってたかな。バックロンファイブかな。バックロンファイブ、いやまあ得意なトリックなんでね、最後おそらく狙ったでしょう。最後にバーサロン、
しい。さあ、ここもね、決めてきましたね。ラスト、トーサイド。ラスト、トーサイド。バッティング？バッティングかな？バッティング、バッティングしましょう。さあ、これは右足で4発も。やばい、バッティングはトリックに入る。はい、入るんで、エアーね、エアー入るんで。じゃあ、これアンダーフォーム。ファーストパスでね、4発、トリック全部。はい、帰りはもう、じゃあね、逆に。全然ですね。順番で手振って帰ってきてもらったら。さあ、さすがのスルーです。コスパ選手。すごい上手なんですね。さあ、帰ってきましたね、セカンドパス。ここがヒールサイド。はい。ヒールサイドから、トローラーをね、様子を見ながら。はい。ここはね、冷静に判断して、ヒールサイド。ヒールサイド。ワイヒー。グラブがあって掴んでますね。スイッチしたぞ、ヒールのハーフね。はい。ここで、ラストかな？ラストリックがヒールサイド。おー、サイド！バックサイド、ワイヒー。バックサイドワイルドリーということで、グラボールしてしまいましたけども、ラストね、ワイトの中でも難しいなってきましたね。はい、なかなかのコーナーにもワイルドサイドができましたけども、はい、ラストパスは全部攻めれたということで、お疲れ様でした。最後ね、攻め攻めの滑りを見つけてくれました。サッカー選手に大きな拍手、お疲れ様です。ここで CM 入ります。どうぞどうぞ。サッカーということで、パソパソね、アニバルの皆さん応援していきましょう。さあ来ましたよ、前にバックサイド、バックサイドからのエントリー。おっと、超でかい。
しますかね、搭載のパイプ。
初ですね。この初は結構大事なんでね、頑張ってください。はい、このサイト右サイド天気これで東サイドスキャブロいいですね。スパッツスリースリーしっかり勝った倒しちゃった倒しましたね。ここはだとか入りました。ここでもう一度ね、沸かしてからもヒールサイドエントリーでもう一度持ってくるのがレイリー。さあここは決めてきた。レイリーですね。さあ一発ですかね。ダンスレッスンのレイリー。
でも残り4発は結構攻めていかれてない後がいますからね。でも、ね、あとに控えている選手にどれだけプレッシャーを与えられるのか。いいボール乗ってますね。ロケットフォース、ロケットフォースね、よろしくロケットフォースというか、ちゃんと応援してください。僕と同じボールですね、去年の。さあ帰ってきました、いいサイド、あったどうしたの、どうしたの、どうしたの、カンカーの狙ってフリップかな、フリップ狙いですかね、こうフリップ狙ったかな、狙えないかな、大丈夫か、レイリー取りすぎてボール割れてなっちゃうか、やはりリキッドボスは割れないですよ、リキッドボス割れない、リキッドボスは割れないですよ、ハイパーも分けてないですよ、割れてないと願います。なんか当たり的にも、マズキ選手でした、お疲れ様です、お疲れ様です。続きまして5人目です、もう5人目ですね、はい、スタッシーのヒロミシゲカム、トゲトリックはバックサイド360と言いたい得意だけど、なんかなんですかね、苦手なイメージでもあるのかな、うん、でも僕見たことあるんですけど、めちゃくちゃかっこいいですよ、バックサイドスルーシップ、なんか見れるといいですけども、これもがいくまで歴10年、意気込みはワンパスは通したいです、全部通しましょう、まあ、前回はトーファイブこけてトースリーで刺さるみたいなのね、あら、そうならないように今回はね、無事に帰ってきてください、はい、さっ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 、ショットショットはシークルから来ましたよ、シゲ君頑張ってください、さあ、東西のエントリーから、東西のエントリーからのオープンミラクル、さあ、バックサイド、ボックス出てから、おー、バックサイド360、スタイルありますね、ケツしたパス、いいですね、東西のさあ、ファイブ40、いいじゃないですか、流れが、さあ乗ってますね、ちょっと間に合うのか、ここは間に合わないよ、ね、終了ですね、ワンパスで、いやめちゃくちゃ良かったですね、バックサイド3からの右サイド5も、グッドリックのこっちで3も決めて、バックサイド5決めて、じゃあいい流れを作ってるじゃないでしょうか、さあ帰ってきましたよ、右サイド、さあ右サイド360、本気で勝った、刺さらなかったっすね、刺さらなかったっすよ、右サイド、おー、キャットハム、ここも拾った、うまく拾ってからの、ね、ドサイド、あとここスージャンプになっちゃった、スージャンプ、でもラストトリックですね、4発目なんでね、何を持ってくるのか、ヒールサイド、おお、マークられちゃった、若干ファッションエアーにも行くのもなかったファッションエアーだな、左手のファッションエアーですね、左手のよく見てファッションエアでした
ケアでしたね。お疲れ様でした。お疲れ様です。あと2人、あと2人ですね。もう残るのか、あと2人。残り2人はね、キッズ。キッズですよ。キッズ来ましたね。イケイケキッズ。イケイケキッズ、残り2人はね。いい滑りをしてね、帰ってきてくれると思うので。持ってくるのか、ヒエさんがバークラララララ、おーでかい、でかでかバークラル、これでどうですか、さすが得意トリック。で、ここで持ってきた、トチロール、おートチロール、ゆー熱い、これは熱い、やばいっすね、トッチファーストパスからトッチロール決めてきました、ウィラク。いや、やばいっすね、トッチロール、やばいっす。デカデカのバックロールのこっちロールね、契約のアンカーファーストパスからいいですね。これも帰り、帰りもね、気楽に帰ってくれると思う。さあ、何か持ってくるか、気を抜かず頑張ってください。はい、はい、ヒールサイドを、おっと、ここはスイッチですね。危なかったか。ジャンプからのトーサイド、ワイブボディ、ここはここだった、落ちましたよ。手がばりしてからのここで持ってくるヒールサイド、ファイブボディ、ここでフォール。さあ終了、終了ですね、これの終了っぽいですね。はい、でこれも終了です。裏、まあただトチロールとトーサイド540出ましたからね。で今からするトムキはすごいプレッシャーを与えられましたね。ちょっとさあ、この多分だいぶバチバチのアンカー、ユラとトモキは同い年かな、同級生ですね、同級生、同級生ですね、同級生。
サイドも。